四式自動小銃。四式自動小銃は、1944年、昭和19年、後期2604年に大日本帝国海軍が開発した半自動小銃である。しばしばタイプ後、5式などとも呼ばれる。4式自動小銃は、アメリカ合衆国製の M1 ガーランドを日本海軍がコピーしたものである。主に以下のような際がある。 元々は落下3部隊に配備することが想定されていたが設計時期が太平洋戦争末期だったこともあり試作後に本格的な生産が行われることはなかった最終的には250兆分の生産が行われたもののそのうち実際に組み立てられたのは125兆程度だったと言われている日本軍における半自動小銃の開発は 第二次世界大戦前から始まっていた。1931年、南部基次郎が創業した南部重製造所が、軽機関銃と半自動小銃の設計及び試験に関する契約を軍部と結んだ。この際に南部は複数の設計案を提出したものの、十分な性能を備えたものはなかった。同時期、2種類の 6.5mm 口径のガス圧。 作動方式半自動小銃が試作されている。陸軍東京砲兵交渉や日本特殊工が手掛けたモデルはアメリカ製ピラー戦自動小銃を模倣したものだった。一方、東京ガス電機工業が手掛けたモデルはチェコ製 ZH-29 半自動小銃を模倣したものだった。しかし、このうち前者はオリジナルのアメリカ製ピラー戦と同様の 相談機構の不良に悩まされ、後者は命中制度に問題があるとされた。また、従来のボルトアクション式小銃に比べて高価だったこと。日本の工業力では、部品や弾薬の十分な供給が難しいこと、銃弾が無駄になると考える証拠が多かったことなどから、軍部の半自動小銃に対する関心は薄れつつあったが、1936年の 日中戦争勃発がこれを決定づけた。主力不標銃だった38式不標銃の生産が最優先されたため、半自動小銃に関する計画は1941年頃まで凍結されることとなる。<music> 1943年頃、日本海軍では落下産部隊の火力強化を検討するにあたり、アメリカ製の AM1 ガーランドを再設計して配備することを計画した。 以後、1945年4月まで、各種改良及び施策が続けられた。戦後、日本に進駐したアメリカ陸軍部隊が、安城市にあった和紙の世紀の工場にて100丁ほどの4式自動小銃を回収した。また、横須賀海軍工廠からも一部が回収されているが、これらを用いて行われた、性能試験では良好な成績を残したとされる。 全校までの記述は、おおむねが今日現存する、本銃の大半を所蔵しているとみられる、米国側の研究者たちの記述をもとにしたものである。本銃の現存品は、そのほとんどが戦利品として、米国兵の手により、アメリカ本国へ持ち出されたものと考えられており、博物館では、全米ライフル協会が運営するや、ワイオミング州コーディに所在するなどに所蔵されているほか、 個人所蔵のものが時折19クションに出品されることがあり、その多くは2万ベドル以上という非常に高額な価格で取引されているという。しかし、日本側の関係者及び研究者の間では、本銃の評価は二分されている。戦後、飽和工業にて64式 7.62mm 小銃の開発に携わった角瀬光男は著書の中で本銃を 4式小銃と記述しており、自身と共に64式小銃の開発に携わった技術者の少なからの数が、本銃をはじめとする日本の私生児童小銃に携わった経験を有していたことや、64式小銃の正式採用後に、名古屋造兵省の元陸軍議官より、本銃の技術資料の多くを譲り受け、これが64式小銃の量産設備構築に、 大いに役立てられたことなどを書き残しており、M1 ガーランドや M1 カービンなど、米軍供与の警察予備隊及び保安隊の維持整備や、戦中の99式炭小銃に携わった、法和工業の実績と合わせ、本銃の存在が64式小銃開発の礎の一つになったものとして肯定的な評価を下している。米国側の記述には言及されていないが、姿勢自動小銃、 こう及びおつと、同時期に、日本特殊校により試作されたガス圧、反動併用式の姿勢自動小銃、兵も設計主任の河村正也が、戦後の62式 7.62mm 機関銃の開発式を直接取っており、本銃ともども戦後の自衛隊の正式核機の開発の中でも大きな足跡を残した。一方、ウェブサイト、日本の武器兵器を主催し、 米国内の日本製銃器のコレクターや米国人、研究者と協力しての実写テストや、伊藤基吉など64式小銃にも関わった、元陸軍技術本部の技術者との講などを通じて、戦前の様々な旧日本軍の銃火器類の再評価を行っている。菅川茂雄は、本銃をガーランド方式銃と記述している。菅川は、正式採用後は、ライセンス生産とすることを前提に、 デミントン・アームズのや、チェコの社より巨諾を得て姿勢が行われた、姿勢自動小銃、こうび四つと異なり、本銃は、全くのデッドコピーであることを問題点として、指摘しており、米国に現存する、本銃の現存品はどれも、環状小紋の穴が小さすぎてまともに狙いが、付けられないなど、作りが粗末で形式刻印も存在せず、また、スミソニアン博物館ので所蔵されているものは、 使用弾薬が 3037.7mm56R だと言われたとしている。菅和は帝国海軍内で本銃の開発が本格的に進んだのが1944年の末であったことから本銃は戦前の帝国陸軍主導の姿勢自動小銃、甲、乙、兵のような日本の消火器の近代化という前向きな開発誌ではなく、 単純に連合艦隊や海軍航空隊の壊滅により、艦艇や航空機の備え付け銃であった、止め式機銃用の 7.7mm56R 弾が使用の目途もなく大量に余っていたこと、そしてこれらに登場するはずであった水兵や航空兵も陸戦装備がないまま手持ち部サタになっていたことなどから、本土決戦に備えて、余剰弾薬や余剰人員を戦力化する目的だけで、 作られたものと論付けており、帝国海軍主導の本銃は、開発動機の面から、もの面からも恥ずべきものであると手厳しく表している。菅川はまた、64式小銃開発の際に、法和工業が提出した本銃の資料も、64式正式採用に向けた実績づくりのために偽作された偽書の可能性が高いとも主張している。 客中、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。